昭白本源氏物語とは、室町時代後期の連合詩ボタンで昭白大英7年4月4日の筆と伝えられる源氏物語の写本である。昭白の筆と伝えられる源氏物語の写本は、断片的なものや取り合わせ本の中に含まれるものも含めるといくつか存在するが、通常、昭白本と呼ばれるのは、後位源氏物語及び、 源氏物語体制公位編に採用された、現在天理大学天理図書館に所蔵されている54条のソロイ本を言う。本社本が成立してから、昭和初めまでの伝来は不明であるが、本社本と非常に近い本文を持つ三条にし、下本には、社本の一部にこの社本と称号した旨の記述が存在する。昭和初期になって、前田義子のコレクション。 購買文庫に入り、さらに、池田機関のコレクション、桃園文庫に入り行為源氏物語及び、源氏物語体制行為編に、青拍子本系統の本文を持つ写本として行為が取られている。戦後池田の元を離れて、天理大学天理図書館のものとなった。近世以降、半本などの形で普及し主流となった、三条西家本及び、三条西化粧本と極めて近い。 青表紙本系統の本文を有している。本写本単独での英印本や、本国本は存在しないものの、行為現氏物語、現氏物語体制に、青表紙系統の本文を持つ写本として、写本記号、に、昇白本語単下昇白筆も模造の文庫像として、行為が採用されておりは採用されていない、また、現氏物語別本修正族に、に、 小白本として行為が採用されている。ありがとうございます。